こんばんは、ボットンです。今日はね、このボットン YouTube チャンネル、この教育チャンネルが、キッズのみんなのおかげでね、1万人、一応登録者数いったということでね。まあ、質問というかね、インスタで質問を一応募集したので、まあ、それにちょっと答えていこうかなと思っているんだけど、やっぱり、現状に満足しちゃいけないとは俺は思ってるから、やっぱりもっと何クソってやってやるって気持ちで、やっぱりもっと1万人、10万人、100万人って、目指さないと、やっぱ、現状で満足したら、もう伸びないよって。それ以降はないよって俺は思うから、まあまあ一応ね、まあ1万人でキリがいいからね、一応今日やらせてもらうけど、まあ一応今回ね、そういうキッズのみんなの質問に、まあ答えていこうかなと思います。で、全部はごめんなさい、最初に行くと答えられない。なんせね、質問が多い。ごめんなさい。だから、まあ、何回かにね、分けて、まあ今度答えるのもあるんだけど、まあいずれ全部言います。全部答えます。全部晒します。だから、アフタートークでも話すこともあるかもしれないし、まあ、また今度ね、こういう動画を上げて答えるかもしれません。それはわかりませんが、まあ、とりあえずちょっと抜粋してね、まあ、8つぐらい、8個ぐらい、答えていこうかなと思います。ではね。やっていこう。負けそうになった喧嘩の話。まあ、ない。うん。まあ、この見た目を見てもらって、わかると思うんだけど、ないよ。ない。うん。負けないよ、まず。まあ、一応、空手黒帯初等貫流空手黒帯6年間やってた、まあ、寸止めだけど、やってたけど、まあね、黒帯ってある狂気って言われてるからね。まず、喧嘩を仕掛けてこない。みんな。うん。やっぱり、怖いだろうね、多分ね、ちょっと。うん。まあ、ピキったら何するかわかんないし。で、本当に、そうね、喧嘩はね、したことがないっていうのが、実際の話ではある。うん、まあ、そうだね、あんまり、戦をしたことがない。うん。っていう感じです。はい。修学旅行の思い出。まあ、小中は俺陽キャだからね。小学校サッカー部クラブチーム、中学校サッカー部部長で。むちゃくちゃもう陽キャラ？クラスハンドラー？人気者だったから。なのに、高校はね、中央大高校偏差値72とか書いてたんだけど、パソコン部に入ったからわかんない。パソコン部部長になっちゃったからかわかんないけど、なんか、陰キャラっていう部類に配属されちゃって、なんか不服だけどね、すごい。不服ながら、陰キャラっていうところに入っちゃって、俺。で、シンガポールだったんだよ。高校3年生の修学旅行が。で、まあ俺ね、だりなと思いながら、まあ行ってあげたわけ。で、行く前にさ、ホテルの部屋決めがあったわけよ。今日、学校でね。で、先生がじゃあ、今から、はい、じゃあホテルの部屋決めしてくださいって。で、3人部屋だったの。で、まあ俺は、まあ、唯一クラスで仲が良かった、まあバドミントン部の男2人いたから、そいつらと一緒になればいいやと思ってたの。で、行ってパーって。あ、部屋やろうよって言ったら、たっちゃんごめん、もう俺らバドミントン部で組んじゃったって言われて。え？と思って。そいつらは、その先生が、はい、今からホテル決めをしますっていう数日前からもう、根回しして根回しして裏で組んでたわけ。せこい話だよ、本当に。なあ。正面から男ならね、正々堂戦えって話を。もうそいつら何日も前からやったわけ。女みてえだ、本当に。マジかよ、と思って。まあまあいいわ、と思って。一匹狼みたいな感じで。で、まあ、形上、余っちゃったわけ。まあその不服ながら余るって形になっちゃった。で、どうしようかなと思って。で、そしたらね、軽音楽部のやつと、演劇部のやつの部屋が空いてたわけ。そこに3人目として入ると。で、俺お願いしようかなと思ってパーって行って。あ、ごめん、ちょっと余ったから入れてくれるって言ったら、あ、いいよとか言って。まあ、優しくて、入れてもらって。で、まあ、なんかわかんないけど、バスの席も余っちゃったから。まあ、それはね、なんか余り戻してくっつけられちゃったんだけど。で、まあ、シンガポールに行って、ホテル着きましたと。そしたらなんかね、その軽音楽部のやつがめっちゃ変わってるやつで、なんか歌歌ったね、部屋で。あー、今、歌えみたいな感じで。まあ、歌なら俺が上手いんだけど、なんかすげえ変な癖のある歌歌ってんの。で、その自分の歌をスマホに録音して、自分でその自分の歌声を聞いてニヤニヤしてんの。ニチャニチャしてんの。なんだこいつだと思って。変なやつになっちゃったなぁと思って。で、そいつ変わってて、夜さ、俺とその演劇部のやつで恋バナをしてたわけよ。まあ、俺も結構ね、こういう感じだからさ、クラスでこういう顔だから、やっぱ、陰ながらね、女子から人気があるクラスで、と俺は思ってて、うん、多分ね、なんか、ちょっとひっそり俺のこと気になってる女の子とかいいんじゃねえかな、みたいな感じで、演劇部のやつ食べてたの。恋バナね、夜、寝静まった時。そしたらさ、その、軽音のやつは目つむってたんだけど、むくっと起きて、うるせえ、黙れっつって、喋んな、俺寝れねえだろって言われて。は？と思って。なんだこいつだと思ってです。ねえ、今言ってしまえば、修学旅行の醍醐味なんて恋バナじゃんか。それがなんかさ、そいつによってやめろって言われてさ、嫉妬したのかこいつと思って、俺にと思って。で、その夜は寝て、で、翌日ですわ。翌日の夜。まあ、最終日で本当に。で、俺はもう、その恋バナとかできないから、やっちゃうね。怒られるから、そいつに。目つぶってたわけ。そしたら、ひそひそ声が聞こえてきて、ん？って思ったら、なんかどうやら演劇部のやつとその慶応のやつが食べてたの、二人で。何話してんのかな？恋バナかと思ってパッて聞いたら、
やっぱさ、日本は人工知能遅れてるよねみたいな。その、日本のその AI の危険性について討論してたのよ。なんだこいつらと思って。その、いくらね、中央大高校偏差値72の進学校の中央大学高校の生徒とはいえ、おいおいおいと、いくら勉強大好きっ子ちゃんとは言えそう、お前、修学旅行に来てまでね、そんな話をするかと思って、そんな勉強のことやると思って。ダメだこいつらと思って。で、翌日さ、飛行機でね、日本に帰るってなって。で、俺空港でね、まあ、ちょっともうね、あんまり誰とも話す気になれなかったから、英検の勉強してたわけ。こうやって一人で。うん。で、なんか周りは食べってて、先生もなんかさ、おこぼしないよって言うんだけど、お、なんか勉強してんのかみたいな。偉いな、みたいな。はい、とか言って。まあ、俺は周りと違うんで、みたいな感じは思ってて。で、その、まあ、ね、なんで英検の勉強したかっていうと、あれなの、その、シンガポールから帰って、日本に帰った翌日に英検2級の試験があったからさ、勉強してた。で、飛行機乗って、たまたま隣の席がね、女の子だったんでね。なんか喋ったことない子で、俺のことすごいチラチラ見て涙感じたこと思ってて俺も。で、なんか視線感じたと思いながら寝たわけ。そしたら、なんか、2時間ぐらい経ったから起こされて、何って言ったら、俺のリュックがびっちょびちょだったわけよ。ごめんって謝ってて。え、どうしたのって言ったら、ごめん、オレンジジュースリュックにこぼしちゃったって言われて。あ、いや、全然いいよ、別にいいとこ言って。内心もうブチギレだよ。内心も、だけど、もう、ああ、いいよとか言って。っていうのが、修学旅行の記憶としてあります。はい。まあ、なかなか、辛かったです。今までで一番恥をかいた話。うん。まあ、今がね、結構行き恥ではあるんだけど、こうやってネットに面さらして、ね、どうしようもないことやってる、今が結構恥ではあるんだけど、まあ、そうね、高校時代だね。高校時代、まあこう見えて、教室で一人で居残って勉強してたわけよ。まあでも成績良くなかったんだけど、なぜか。で、まあ一人で居残って勉強してましたと。放課後ね。そしたら、ガラガラガラって教室開けて、女の子3人ぐらいが教室入ってきたの、うん。で、そのうちの女の子が、なんかわかんないけど、俺に気づいてなかったんだよ。なんか髪薄いみたい、どうやら。うん。で、なんか、私今日生理だわーって大きな声で言ったんだよ。うん。その瞬間に、俺と目が合った。女の子。みたいな。で、女の子が、なんかで、お仏を見たかのように、キャーって言って、パッと走り去って廊下で行っちゃうの。走って逃げたの。えって。それが、一番、なんかわかんないけど、俺が恥ずかしかった。うん、っていう話です。はい。いつも服とか女の子と喋るテクニックについて学ばさせてもらってます。ありがとう。まずは。まあ、服とか、コーデは結構俺インスタで一応紹介のはさせてもらってて、この間なんていうのは、インスタのストーリーで春服コーデなんていうのあげさせてもらって。で、まあ一応ね、結構参考にしてくれてる人も多いのかな。一応今日もこういうネックレスとかもつけてはいるんだけど、お父さんと一緒に買ったの服ね、についてきたんだけど。で、そうね、まあ女の子と喋るテクニックに関しては、まあちょっとね、あんまり解説したことがないから、多分ネタかなんかから、吸収してんのかな一応っていうのは思うんだけど、まあそうね、服に関してはまあこれからどんどんまたインスタとかに上げていこうかなと思ってます。まあボトコーデっていう感じで、ハッシュタグボトコーデって感じで結構参考にしてもらったらいいかなっていう。まあやっぱ見てるキッズもね、若年層だと思うから、やっぱりそういう服のセットアップとかマッチするとは思うから、うん、一応参考にはしてほしい。高校生活で一番辛かったこと、まああんまりその審査を舐めた記憶はないんだけど、まあ一応ね、中大学校偏差値72とかに通ってて、まあ友達はね、作ろうと思えば作れたよ。作ろうと思えば作れたけど、あんまりいなかったわけよ、こう見えて。んで、だから学校帰りに、あんまり誰かとどっかに寄ったって記憶が、ま、ほぼないわけよ。まあ、なんか周りの容器はさ、今から渋谷行こうぜとか、いたとね、近くのマック寄って帰ろうぜとかさ、学校がね、水道橋っていう東京ドームシーンとかあったから、ちょっと遊園地のね、アトラクション乗って帰ろうぜとかあったらしいんだけど、どうやら。か、ね、それは耳に挟んだ話だけど、まあ、俺はなかったわけ。まあ、結構一匹狼を貫いたというかね、そんな群れてないと何もできないような奴らと違うぞと、俺は思ったわけ。で、ある日ね、合唱祭があったんだよね。そう。で、まあ、それは昼に終わったんだよ。だから、いつも通りママに、ごめん、今日も早めに終わったから、ちょっとごめん、申し訳ないんだけど、お昼ご飯家で用意しといてって、家で食べるからって、お願いねって、一応 LINE 送って、いつもなら OK って帰ってくる。だけどその日だけ、お母さんからの返信が違くて、たまには友達と食べて帰ってきてもいいんだよって来てて。その時はもうすげえ腐ってきたね。それはなんか未だに覚えてんだよね。なんかわかんない。なんかすごい、その時はなんか辛かった。
初めての敗北、高校での審査を舐めた記憶があります。はい。高校でするべきこと、した方が良かったことありますか？まあ、一番最初に今出てきたのが、女子ともっと話しておけばよかった。うん。やっぱね、多分俺、今までの累計、女子と話した時間、人生においての教室とか学校で女子と話した時間を総合計すると、15分にも多分満ちてない。小学校、中学校、幼稚園、全部含めても。っていうぐらい、あんまり女子と話して記憶が俺ないから、うん、だから、パソコン部はやめといた方がいい。とりあえず。うん。やっぱこう見えて、あんまり女子から話しかけられなかったから、高校時代。パソコン部に入ったせいで。まあ、パソコン部部長っていうね、一応中央大学公平されたラジオにどこに行ってたんだけど、そこのパソコン部長勤めてたんだけど、まあ、やっぱ女子から話しかけられない。うん。かといってこっちから別に話しかけることもない。うん。話しかけようと思えばいけたよ。多分。うん。まあ、だから、そうだ。パソコン部はやめといた方がいい。まあ、だけど、いいこともあったよ。パソコン部入って。やっぱり、みんなで放課後、ね、情報処理室にはパソコン室に集まって、にちゃにちゃ笑いながら、パソコン版のスマブラやったりとか、なんか、よくわかんないブラウザーゲームやったりとか、あとみんなプライベート一切関わらないから、そこは楽だった。休みの日に集まろうとか、そんなない、パソコン部、一切。あってもみんなで今日一緒に帰ろうぐらい。部活があった日にね。うん。まあ、だから、それはま、いい面もあったけど、やっぱり女子と仲良くしたかったりとか、話したいっていう、キッズのみんなは、やっぱ、運動部だったりとかね、別にバドミントン部とかでもいいよ。とか、あと、まあ、女子が多い部活とかに入って、やっぱ、体制をつけとくのが大事だと思うね。いきなりさ、中学高校でさ、地域だったけどさ、大学でもさ、女と話せるかって無理なんだよ。中学高校で地域は大学でも地域なんだよ。どんなに頑張ろうと思っても、やっぱりどこかで地域感出ちゃうから、すごい気持ち悪い感じが出ちゃうから、やっぱり、体制をつけとけ。うん。やっぱり、ワクチンと同じだよね。うん。それは、すごい思ったね。多分、俺は、今、このまま記憶ね、このまま、記憶このままで、高校の頃に戻っても女子と話せないけどね。うん、まあ、うん、うん。髪を染めたことありますか？まあ、俺の高校はね、髪染めるのは禁止だったんだよ。でも、俺も、まあ、染めてるなと思ってたけど、茶色とかね、緑とか。だけど、まあ、ちょっと、おとなしくしとくかと思って、やめて。で、大学だね。大学はね、2回あります。最近言うと。1回目が、赤。レッドで、真っ赤。うん。桜木花道みたいな感じ、スラムダンクの。実家にいた時に、まあ、廃止のね、企画で染めたんだけど、で、赤にして、家の風呂場で、そう。で、起きたらね、お母さんから、あなたどうしたのみたいな言われて。まあ、みたいな。で、まあ、バイトそのまま行って。で、バイト三角巾つけるからさ、スーパーのバイトなんだけど、まあ、バレないで。でも、ちょっとなんか俺もう、ダリーな、なんかもう飽きたなと思って、翌日に坊主にした記憶があります。だから、一時期俺赤色の坊主だったからね。桜木みたいな、本当に。結構いかつかったと思うよ。うん。まあ、この見た目出して。で、大学のね、いつ冬だったから、大学3年生ぐらいの。2年ぐらいの。で、金髪と黒にした記憶がある。まあ、光るみたいな、半分半分。うん。それも配信の企画なんだけど。それブリーチ2回やって、で、あんま洗い流さなかったんだよ。そしたらもう肌めっちゃただれて、アトピーみたいになっちゃったことあるね、1回。うん。で、ね、そうで、バイト行ったんだよ。で、三角形つけるからバレねえかなと思ったんだけど、まあ、なんか、バレて、店長に、うん、当時結構髪の毛長かったから、あ、ちょっとこうしても金髪は困るよみたいな、ちょっとそれやばいからすぐ黒で染めてきてみたいな言われて、だりーなと思って、従うのもだりーなと、誰に物言っとんじゃいと思って、で、まあ、黒く染めんのもだるかったから家にバリカンあったから坊主にしたね、また、うん、で、翌日またバイト行ったら、え、こうしても、坊主にしたのみたいな言われて、あ、はいみたいな、なんかごめんねみたいな。なんか気を使われて、謝られた気がし、あ、確か覚えてる、それが。なんかそこまでしなくてよかったのにね、みたいな。ごめんね、みたいな。いう記憶があります。だから、合計2回髪の毛染めたことはあります。はい。中大の新1年生です。ぼっちです。ぼっちめちに適した場所はありますかと。早いね、ぼっちになるのが。だってまだ4月の14って、まださ、入学式から4日ぐらいでしょ。早いね、結構ね、ぼっちになるのがね。まあ、うん、このぼっちの先輩から一応言わせてもらうよ。4年生、ラチオ大学、4年生の経済学、経済学科4年生言わせてもらうと、あります。ぼっち飯に適した場所、あります。めちゃめちゃあります。1個あげるとすると、俺が1回行ったところで、7号館っていう、まあ、あれがある、塔があるんだけど、でっかいね。で、そこの2階だね。うん。にあります。一回行ったんだけど。まあ、俺、餃子弁当っていう、300円ぐらいの弁当があるの。大学にね、売ってる。で、それ、持って。で、食おうかなと思って一人そこ行ったわけ。そしたらもう、
ぼっち飯をするやつしか集まってないのよ。もう明らかに空気が違う。ピリついてる。面構えが違うやつらの。で、俺がパッて来たら、来たよと。新参者だ、こいつはと。で、もうみんな、多分3、4年生なんだよ、そいつらって。寝てるやつとかもいいんだよ、そこで。で、俺1年生だから、当時。なんだこいつはと。ガキがと。いや、待てよと。1年生でここに来るのは、ちょっとこいつは、何かあると。ただものではない。っていう感じの空気を一応感じて、俺、オーラをね。マジかと。気は抜いてられねえなと。で、餃子弁当食って。で、ね、途中ね、そこのぼっち飯が集ってる奴らのところに、二人組の男の子が来た友達と、わーみたいなダベりながら。途中で帰ったからね、そいつら。もう引き返したオーラに圧倒されて。ぼっち飯のオーラに圧倒されて、なんか、しれったんじゃないかな。多分オーラでピッてここ、しれったぐらい。帰ろうぜ、みたいな。お前、来んじゃねえよ、みたいな。ぼっち以外は来んじゃねえよ、みたいな感じの空気を悟って、帰ってたね、そいつらね。くして。っていうね、7号館の2階は、おすすめです。はい。まあ、最後にね、本当にキッズのみんなにはね、やっぱ感謝はしてます。まあ、俺は別に硬派な人間だからね。まあ、別にみんなと、慣れ合う気はないけど、もう、別に出会い中でもないからね。もう適度な距離感を保って、やっぱこうね、これからもやっていけたらなと思います。で、まあ、最後にね、まあ、これからも TikTok、YouTube、Instagram もね、やっぱ更新していくんでね、どんどんチェックお願いします。まあ、YouTube に関しては特にね、バンバン広告踏んでください。バンバン友達でも広めてください。まあ、Instagram もね、まあ、今回のような、質問募集やったりだとかね、投稿もしてますし、インスタもね、ストーリー上げてますし、で、今回のボトコーデみたいなね、また服も上げますんで、ぜひね、チェックの方お願いします。はい。お知らせもまたね、するんでね。で、まあ、TikTok はね、まあ、もちろんということで。はい。で、まあ、最後にね、まあ、一応今回途中経過ではありますけど、まあ、プチお祝い的なね、感じで。まあ、僕オリジナル曲も出してるんでね、オリジナル曲を最後差し込んでね、終わろうかなと思います。それではね、風。気づけば自分だけ置いてきぼり、この風に乗っていいのだろうか。風車のように芸者のように、あっという間に過ぎ去った。でも突風は吹き続ける。いつまで吹き続けるのだろう。さあ風に身を委ねよう。鳴るファンファーレ、吹く向かい風、声を枯らして歩いてくウィークエンド。鳴るファンファーレ、吹く向かい風、声を枯らして歩いてくウィークエンド。紆余曲折の配信人生、訴訟に万に嵐恋、どんどん自分がリアルと乖離。天狗風だってあるだろう。だけど俺はカイト、抗えないんだ。鳴るファンファーレ、吹く向かい風、声を枯らして歩いてくウィークエンド。鳴るファンファーレ、吹く向かい風、声を枯らして歩いてくウィークエンド。